Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint is secure. Drone squad awaiting orders. はいどうも皆様こんにちはグリードです。今日は、後付けでの実況動画になります。今日はねちょっと感度を変更したんでそれについてのお話をしつつ、今作すごい重要なポイントであるスライディングについて話していきたいと思います。まあ、僕はこう今までの作品すごいやっぱ低感度でプレイしてたんですけど、まあ、4とか5とかで、かなり低感度の期間長かったですね。なんですけど今作はちょっとまあ大会そのラスベガス前もちょっと感度こうなんかきついなって思う場面が多くて、でそれでやってたんですけど、で最近アップデートが入って ADS 感度覗いてる時だけ感度を変えれるようになったんですよね。でそれになってから僕感度66ので、 ADS 感度この動画も 0.75 でプレイしてます。なんでこう横向くときとかは、まあ、感度6で早いけど、敵を撃つときは今までの、感度5とか4とかぐらいの、感度っていう、まあ、当てやすいっていう状態ですね。これが今作僕は今のところすごい気に入ってます。で海外プロもね、感度7とか6にしてその ADS だけを下げるっていう、感度がねかなり今のところ流行ってるんですよね。でなんで今更ここでね感度を変えたかっていうと、まあ、今作、まあ、それを説明するために今作のすごい重要である、スライディングについて解説しなきゃいけないと思うんですよ。で今作ね、まあ、ジャンプ中で圧倒的にスライディングなんですよね。これが本当にこれマジですスライディングです。もうスライディング本当にスライディング何回も言うぐらい本当スライディングは重要になってくる。マジでジャンプ打ち寄りです。何回も言ってしつこいかもしれないんだけど、じゃあちょっとメモを取ってるんでメモ見つつ、説明すると、まあ、スライディングはなぜ強いか。まあ、単純に、もう皆さん使ってて分かると思うんですけど、素早くて使いやすくて、でデクスタックと組み合わせればもうめちゃくちゃね、素早く動けるってところが、まあ、強いところなんですけど、で、この COD っていうゲームは、敵が動いてるとき、まあ、素早く動いてるときとかは、ADS が、ADS じゃない、エイムアシストですね、が外れてたり、単純に日本人同士の回線でもラグが生じてるんですよね。まあ、皆さん、こう、プレイしてて経験あるかな、敵がスライディングしてきたり、ジャンプしてるとき、なんか、弾があれ、当たってないとか、あれ、今の殺せてないのっていう場面多いと思うんですけど、それは単純にこの COD っていうゲームが、そういう動きをするとラグが発生してるっていうところなんですよね。でこのスライディング今作のスライディング本当さっきも言った通り早いんでエイムアシスト外れてるんですよね。これがいやこれがねなかなか今作まあいいとこなのか悪いとこなのかな、まあちょっと難しいところであって、まあそれがスライディングが強いところであるんですよね。例えばこう角から敵がスライディングでバシュって飛び出してきた時に、撃っても当たんない時っていうのはもうこの COD のさっき説明した性質でもう体が過去の状態なんですよ。だから単純にもう弾が当たる場所がもうずれてるんですね。スライディングでなんかこんな感じで、だから単純にもう当たんないんですよ弾が。でプラスエイムアシストが外れてるっていう、まあ、そりゃスライディング強いっすよね。でプラス今作このブーストジャンプとかもないから本当スライディングにこうなんだろう重要なところはもうスライディングしかないみたいな感じなんですごく強い。でプラス、まあ、マップ狭いんで本当にシーサイドフリクエンシーもうなんじゃそりゃっていうぐらい狭いマップが多くてなかなかね感度5今まで通りの低感度だとやっぱきつい場面がある、まあ、皆さんも結構経験してると思うんですけど敵がね懐にスライディングしてきた時とかやっぱり対処がきついっすよね。なのでアップデート後はちょっと感度を海外プロも感度ちょっと上げてで覗き込むとき ADS するときはもう低感度のその 0.75 にしてるんでそのエイムするときは今まで通りの感覚なんですよね。
今作はそれがちょっとそのアップデート後、本当最近ですけど、かなり今までにない感じになりましたね。まあ、逆に言うとなんで今まで調整できなかったっていう感じなんですけど、でこの動画見てると分かると思うんですけど、まあ、やっぱスライディングすごい対応してますよね。まあどっちかって交流戦の方が分かりやすいかな。なるべくこう飛び出す時とかもスライディングしてすぐ L1 押して打つっていう、スライディング打ちをねめちゃくちゃ対応してます。いやこれが本当に今作強いですね。今までは角から飛び出す時は、ジャンプ打ちでね、打つことが多かったんですけど、本当に今作はスライディング、あでもジャンプ打ちが絶対的になんだろう、弱いってわけじゃなくて、もうジャンプ打ちも強い場面もちろんあるんですけど、プラスもそのスライディングとジャンプ打ちを組み合わせるとすごいやっぱり強い場面もありますね。こうスライディングしてジャンプして覗き込んで打つっていうのが、でなかなかうまくいかない人、これもスライディングがうまくいかない人はもう練習あるのみです。まあ、僕もめっちゃ練習してるんで、まあ、まずボット打ちとかで本当スライディング、どんな場合もこうスライディングして打って、スライディングして打って、まあ、この難しいところはスライディングした後ぴったりとねこう敵にエイムを合わせられるかってところだと思うんで、これはもう練習あるのみです。でもまあ練習しても絶対良くはなっていくと思うんで、皆さんもねぜひ今作スライディングを絶対マスターしてみましょう。まあそんな感じですね、僕は感度を変えた理由ですね、スライディングが強いこととマップが狭いことと、まあ、アップデート後で ADS 感度がいじれるようになったんで、まあ、エイムしてるときは今までの感覚っていう、まあ、この3つですね。はい、というわけでちょっとどうだろう、ちゃんと喋れたかな、何回もちょっと同じこと言ってる場面が多かったかもしれないんですけど、まあその辺はねちょっと多めに見てください。でこれすごい最後によく来る質問をねちょっと返そうかと思うんですけど、まあどの感度がいいですかっていうのは本当人それぞれなんで、で自分に合ってる感度は一体何なのかっていうのをこうなんだろう、調べるっていうか確かめるときは、まあ中距離とかで、僕は中距離とかで一発も外さない感度、本当に自分の思い通りに動かせる感度がまあ一番いいんじゃないかと思います。まあ近距離じゃなくて中距離ですね、中距離。まあ遠距離はそんなに気にしなくていいかなと思うんですけど、中距離しっかりなんだろう狙えなかったら、ぴったり狙えなかったらもう多分合ってないと思うんで、感度を下げるなりした方がいいと思います。まあ本当にアップデートで ADS 感度いじれたんで、まあ、これがすごい大きいですね。まあ、感度は速くとも ADS は下げられるんで、まあ、今作僕は 0.75 すごいいいと思います本当に。なんか僕もちょっとね最初一瞬 ADS 感度だけ下げるのなんか感覚おかしくなんじゃないかなと思ったんですけど、実際使ってみたらすごい良かったんで、まあ、感度6の 0.75 が今んとこ海外プロの中でも一番多いんじゃないですかね。まあ、正直その55の 0.75 は絶対超遅いと思うんで、そういうのはお勧めしません。はい、というわけで今日は感度と、スライディングの重要性についての話でしたね。まあ、参考になったよって方はぜひグッドボタンお願いします。というわけでお疲れ様でした。Drinking too young, way too much fun.
fun out in the sun. Hoping when he's gone, took you to prom, dance to our song, dance all night long to the